主人公はふるさとに戻り、愛する運命の彼女と結ばれました。物語を語るのが大好きだ。どんなことが起きようと自分の手で彼女を、病床から離れられない彼女にとって、頭の中で何度も何度も書き直して作り上げた物語を祖母に語るのが一番の楽しみなのだ。彼女の祖母はいつも嬉しそうに耳を傾けている。99番目の物語も満足できる出来栄えだった。だけど明日聞かせる物語は今まで以上に面白いお話にしないと。なぜなら100番目の物語だから。少女はそう心の中で決めた。何があったのかしら。いかん。おばあ様、どうしたの。ここでじっとしてて。おばあ様。大丈夫よ。彼女の心に恐怖と憎しみが渦巻いた。たった一人の家族なのに、彼女は無力で何もできなかった。さて、この物語はどう終わるのか。歩けない少女が一人で生きていくなんて到底不可能なことだ。今まで触れた何より温かかった祖母の体がだんだん冷たくなり、腐敗していく姿を目の当たりにして、彼女は何一つできなかった。何一つ。涙が枯れるほど泣いた後、少女はその場を離れることにした。吹雪の中、彼女は思い通りに操れない体を必死に動かした。これからはどこでどう生きていくのか彼女にも分からない。大切な祖母を殺めた妖怪を探し出して死の道連れにするか、それとこのまま進み続け、彼女しかいないこの村から出てこの悲劇を誰かに伝えるのか。きっとこの物語は、寒さに耐えられなかった彼女が自分の一生を思い返し、静かにこの世を去って終わる。そっか、これが100番目の物語なんだ。何一つ面白くない。私の100番目の物語。物語を流氷だびにしちゃダメ。最後まで聞いたあたいががっかりするでしょ。
あたいはいろんなところを渡り歩き、無数の物語に耳を寄せ、結末を見届けてきた。時に思う、物語とは一体何かって、皆決められた唯一の結末に向けて生きているのかと。呼んだのはあんたたちなのかい？あんたたちの物語は終わりに近づいている。あたいはそれを見届けに来たんだ。ついにその時が訪れたのか。それもそうだ。我らはとうの昔に神に見捨てられたからな。慈悲深き我らの神は人間を守る結界を作った。我らはその見張り人としてこの地に残り、人間を見守った。戦乱、餓死、罪悪、殺戮、結界がなくなったうつつよには苦しみがあふれている。神の使者である我らはそれらを消し去ることができなかった。ただ暗闇の中で神を待っていただけだった。なぜ神は我らの呼びかけに応じてくれなかった？なぜ我らをこの地に置き去りにした？なぜ、なぜ我らはうつつよの人間の苦難をただ見ることしかできなかった？長すぎるほどの時間が流れた。我らの最後の希望も消えかけている。終わりの時、我らはこの場に立つただの石となるだろう。希望も役目もなく、今まで通り人間に何ももたらせぬ存在に。我らはもう待つのをやめることにしたんだ。待つのが嫌なら、その殻を捨てて人間に手を差し伸べてみたら。我らの神はそれを許すだろうか。あんたたちの物語の結末は、希望を失ってただの石になるとは決まってない。あたいは思うんだ。結末は一つだけじゃない。手を差し伸べ人間を救う、そういう結末もあると思うよ。結界が散り、神に見捨てられ、ここで待ち続けたあんたたちはここに居続けるのか、それとも神の代わりに慈悲を世に広めるのか。どうするかあんたたちで決めな。結末へ導いてくれないか。すごく
実は法皇も死んでしまいます。まるでかつての自分を見ているようだね。あなたは私を助けに来た神様ですか？百の物語を語り終えれば本当に神様が現れるんですね。あんたが知っている百物語は間違っているよ。語り終わって現れるのは神なんかじゃない。じゃああなたは誰？私を食べに来た妖怪なの？あんたみたいなやつを食べたらお腹を壊すだけさ。人を食べない妖怪？いいお話になるかもしれませんね。でも聞く前に死ぬのが残念。彼女の命の炎は燃え尽きかけている。主人公の死でこの物語も終わりを迎える。このような苦しみを我らは今まで何千何万回と見届けてきた。そうですか。私の物語はこのまま終わりを迎えるんですね。つまらなくて恥ずかしい。結末は大嫌い。最悪。奇遇だね。あたいもこんな結末はどうかと思うよ。その子の結末を変える気なのか？そんなことをしたら神は許さないぞ。我らはもう人間が苦しむのを傍観しているのは耐えられぬ。しかし決められた運命を書き換えることなど。実は法皇も死んでしまいます。ただ毎回炎の中から生き返ってくるのです。あたいの炎はあの方の炎のように温かく強いものではないけど、あんたの物語を続けさせるには十分さ。新しい結末を手に入れたお主はこれから何をするつもりなのか？あの妖怪に復讐するのか？そうしたらさらに悲しい結末が待っておるかもしれぬぞ。いいんだ。この物語はどこまでも書き続けられていくのさ。あんたが終わりを望まない限りね。ありがとう。さて、我らはこれからどうするのかね。また新しい物語を書き換えよう。物語の結末が一つしかないなんてつまらないと思わないかい？